武田鉄也今朝の三枚おろしおはようございます武田鉄也ですおはようございます水谷香奈ですまな板の上引け引け、はい、つまり逃げ出す、はい、撤退するこの撤退というのが時代のキーワードではないかという本があったんですよ、はい、え本屋さんの本棚に並ぶとつい手を伸ばして読みたくなるようなタイトル彼がすごい内田辰先生 師範と憧れる先生でございますがこの方の本で「うん」なんせ内田先生でございますからこれは相当いいことだというはい「小文社」この本早速購入ページを開いて読み出したらちょっと仕掛けがございまして内田先生が全部お書きになったんじゃない内田達編でかの賢人が知り合いの賢人を集めて 賢人会議ということ、サミットということでですね、各界活躍なさっている方々へ、今進行しつつある歴史的なパラダイム転換に向けて、どのように今までの日本から撤退すればいいのかという、うそういう撤退を主題にした先生が集められたおののが己の主張を発表なさるという。ああ、面白そう。はい、これはね、やっぱズキリとしまして、さすが先生だなと。 思ったんでございますねでもあの先生が内田先生がお書きになったやつじゃないんでその方の文章になれるのが結構各界の方なんで、はい、ちょっと頭がいるんですよね、はい、今世界全体が縮みつつあるそんな風なことを内田先生をおっしゃっておりますパンデミック気候変動 AI が引き起こす雇用変化人口減ウクライナロシア戦争テロ人種差別 ジェンダーギャップ、次々と。はい、この20年、パンデミックだけでも、サーズ、新型インフルエンザ、マーズ、新型コロナ、それから気候変動のせいでしょうか。東京湾にトドが出た、クジラが出た、ヨド川にもクジラが出た、はい、神戸、芦屋、イノシシが出た、札幌、クマが出た、首都圏、池袋、猿が出た、鹿が出た、 町と村の間にあった里山が崩壊したせいで野生動物が直に都心にやってくるようになったという山河の変化、山と川の変化。それから大変申し訳ないですけど、ポツンと一軒家が、はい、あの、なんつうか、そんな生活ができる人がそんなにたくさんいるとは思えないんですけども、ね、レギュラーとして、えー 延々と続いていてるわけですね、はい、番組は面白いですからね番組面白いですから <laughs>、はい、でもポツンと一軒家っていうのは、はい、ものすごく希少なその生存の仕方ですよねどうやって暮らしてらっしゃるんだろうってそ,うそ,うそれがレギュラーにできるっていうんだから <laughs> 日本のどこにでもある風景の一つになっているというでかつて繁栄を誇った右肩上がりの復興と成長続いてきてもう私も同感です ぼちぼち日本は撤退を考える時ではないかというのが内田先生の意見なんでね。そううななのよこのよこ撤退論といいいタイトルだけごめんさ先に言っちゃいますが抜群、うん、で私何を思ったかっていうと内田先生のことだから歴史上の世界史の撤退が書いてあったりするんじゃないかなと思ってこれはいいなと思ったんですがそこまでは言ってないんですよ。 はい、これはあの個々人のその状況における撤退論をぶってほしいということでありますね、うん。でまあ論客の中から白井聡さんでいいのかな政治思想家の先生から始まりまして白井さんは森達也という「週刊プレイボーイ」で2016年なんかこう若者と対話するというようなそういうページを持っておられてこの方があのなんか 参院選挙に関する批判で無知な若者は選挙に来るなとおっしゃったという,うこれがものすすごいいバズったみたみですね結構いろんなところでいろんな意味で話題になってる方なの,はな方なのでまあでも現実にその,あの選挙でとんでもない人が当選するなんてことは。 ありますねね現代私もそれでバズらしたっていうのがあの近頃の思い出であるんですけどそうですねはい、はい、で世界的なことなんですねこれ、はい、アメリカでも政治学者のソミンさんという方が選挙民の無知を調査しておられるんですが温室効果ガスの意味イスラムのスンニシア派の違い ゴルバチョフ大統領がやったその功績と失敗。それから自分の州の議員2名を言ってごらんなさい。この今言った質問、アメリカ人で20%ぐらいしか答えられないって。あ、そんなもんですかね。そうやって考えると、その国民の質そのものが落ちているのではないだろうかということでありますね。うん、はい。 特に今、トランプ大統領の出現によって大きくアメリカっていうのは分断社会に。はい、かつて政治家同士の論争を挟んでのリスペクトみたいなのがゼロになりましたね、うんえー。まあ、そういう民主主義の行き詰まりからも我々はぼちぼち撤退を考えねばならないということでございますがね。はい、今週はちょっと目次の説明でございますね。この次また明日のナびたの上で 武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷香奈です。一旦、溶けたはずの冷戦。また始まりまして、世界の二極化、と言いますかね。ロシア、中国に着くか、欧米に着くか。そういう時代に。アメリカ、とにかく今までのイメージと全然違いまして、トランプさんの登場から、 アメリカのあり方っていうのは決定的に変わった。政治的対立をライバルとせず敵とみなし、批判メディア、自分を批評してくるメディアに対しては敬意一切払わないという喧嘩干し。それから、相手を潰すためにはどんな汚いことでもばらすという。はい、まあお互いこの本当に うんこの投げつけ合いみたいなそんな論争で, <laughs> で、ね、なんかそんな感じしないかレベル低いってことです、ね、レベルがなんかね全体的にそういうそれから、はい、連邦議会襲撃事件ってのはショックでしたなアメリカともあろうものが、はい、それで日本ではといいますとこの白井さんがおっしゃってるのかな白井さんがおっしゃってることでありますがアベノミックスやたら持ち上げて本屋さんにあるのはヘイト本の山積み 日本経済不要と中間の没落というような浅はかな本が多い。もしかすると民主主義の残骸と化しているのではないかと日本もアメリカも非常に厳しいことをおっしゃっておりますね、この方、はい、それでも別の政治体制がいいのか。例えば中国、習近平体制の方がいいのか。安倍一強内閣をこさえたのもおそらく中国の一党独裁に憧れてのことではなかろうか。 とおおっっしゃっております、ね、おすすねごい見方で,す、ねはい、でこれは私が考えたのが安倍、えー、政治なんてのは8勝7敗の政権だ、うん、やっと勝ち越してる、はあ、それをシャニムに横綱に仕立て上げて褒めているのが日本の政治ではなかろうか白井さんは重たい気持ちなんでしょうね。民主主義からの撤退が不可能とすればこのこの体制で 耐耐ええきをなななければならないとおっしゃる、はい、暴力よりも今のその落ちぶれ果てた民主主義の方がまだいいのだという小さい希望を見いだしてこの白井さんの文章は締めくくられておるんであります、はい。ごめんなさい白井さん2回読んだんですが<え>ちょっと中途からよく意味が分かんなくなってっ私のまとめ方違ってるかもしれません。 とにかくこのボロボロの民主主義の中であいつのせいだと言わず、それ、それだけを希望に撤退していこうと、こうおっしゃってるような気がするんですが、ごめんなさい。あのページ数ではわかりませんでした。で、章を変えまして、次の論客を探しました。これが、岩田健太郎さん。感染症のお医者さんですね。 世界が完全に撤退した時代こそ新型コロナパンデミックであったコロナパンデミックっていうのは撤退の世界史だったという<ん>政治経済が止まり発展と豊かさから世界中の人々が撤退したという,、うんうはい、世界は贅沢を言わず家に閉じこもって息を潜めていたのだとこれは辺りで気づいたんですが この本はどうやら2022年の1月初めあたりで指名された筆者の方が筆を取って自分の撤退論を綴ったようでありまして、はいえー、そのちょっと時代に先駆けて時代の先を読むということだったんで、感染症の医師の岩田さんはその猛威を3億人感染、死者は500万人、 2022年1月の統計を取り上げているわけでありますが、現実はどうなったかと言いますと、2022年の12月で3億ではありません。7億です。感染者はコロナ。死者は500万人ではありませんで、死者は681万人。はい、それほどコロナってのは猛威を振るったわけでありますね。 ですから、この本が綴られている頃、撤退論を文字になさった筆者の方々でありますが、えー、岩田さんのコロナ脅威論はカラリと乾いておりまして、クールでございます。岩田さん、こうおっしゃっております。感染症は、ストカスティック、確率的な現象で、リスクやパンデミックはあるが、神の罰や人類の、その、災いなどという言葉遣いで語ってはいけないのだ。 人間サイドが様々に感染症についてさも戦略があるように考えるべきではない。何年かすると弱毒化するとか死亡リスクが高い病原体は世界に広がりにくいとか、それは結果であって原因ではない。感染症弱毒化は遺伝子のランダム変異によってそうなっただけで、別にコロナの戦略ではない。なんかコロナをなんかこう戦争っぽく語るのは良くない。 感染症に対して奇襲攻撃的なワクチンとか、一発で治る治療薬など、望むべくもないのだ。はいはあ、えキ、ー、ョンシーの額に貼るお札のような特効薬は、まだ生まれていない。これは俺だね。<ー>これは俺だ。ね、これはだ俺だな。なんか、そんな風に言った方がいいのかなと思って、<laughs> うう頭のいい方ばっかり続くんで、<laughs> はい、時々、はい どう撤退していいのかわからないのよね。<え>もっと具体的にこう逃げろって書いてあるのかなと思ったんですが。ちょっと難しかったんでございますね。私にはね。はい、この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄也です。おはようございます。水谷加奈です。岩田。 健太郎ささんん感染症のお医者さんでありますこの方のコロナ論をコロナから我々はどう逃げるべきかという、はい、よくわかんないんですが感染症のお医者さんの岩田健太郎さんは、はい、はっきり言ってしまうと逃げ道はないと。ということですよね。はい。うん。それはずっと人類が生まれてきて感染症からあのうまく逃れた人なんかいないんだ。うん、だからどうするかっていうのは あんんまり書いいてないんですよね、うんはい、だけどもうあんたここで3分の1ぐらい読んでおりますからね、はい、浮気もできず <laughs> さらに進んだわけであります。まあとにかく岩田先生の論を聞いてみましょう。はい、結核、ハンセン病あるいはいわゆるハシカのように感染症っていうのは接触そういうことで広がっていくんで強制的な隔離を 患者に強いるものであると。だから、社会的にこれほど影響力、ものすごい感染症というのは大変なんですな、ね。うん、で、ある程度の患者数が感染症治療薬には必要で、そのデータから感染症を死に至るから、いやいや、なんとかという治療薬を見つけていくしかないのだっていう。はい。これ、虚しくなるかもしれないけど、これが事実なんだね。うん ある程度のデータ、つまり人の死を積み重ねないと感染症の正体っていうのがわからないという。うだからやっぱりコロナはそういう病だったんですね。うん、結核にしろハンセン病、エイズもそのようにしてやっと治療薬を見つけたんだ。感染症に対してどうするか。とにかく逃げることは恥じゃない。どこまでも逃げようではないか。 こんなふうに岩田医師はおっしゃっております。はい。でも岩田先生私ね岩田先生に申し訳ないです。別の本今読んでるんですけどあの感染症に対して医学は本当に貢献したのかっていう本読んでるんですよ。うん、ドキッとしませんどういうことだろうあの中世ぐらいまでのお医者さんって出たらめね。 本読んでびっくりしたんだけど、治療薬だって、あの、水銀飲ませたり平気でしてんのね。水銀はダメなんじゃないダメですよ。そんなもん。ええ、それを薬だって言って、で、感染症なんですが、感染症に関しては、お医者さんじゃない人の方がいい発見をしてるんだって。これらが流行った時に、これらっても,もしかすると、 水から移るかもしれないっていうのを考えたのは、ロンドンの区役所の人らしいよ。その街の井戸の土壁が緩んで、ドブ川の水が飲料水に流れ込んでた。うん、でそこで大量に人が死んでるんで、これらっていうのは水から移るんじゃないか。あれ空気感染だって言ったんだって、ロンドンの医学会は。はい。それが水だって分かって、 下水道をちゃんとしようっていう運動を巻き起こしたら急に減ったんだって。これはまたいつか別個に話しますね。とにかく今は岩田先生、感染症のお医者さんのあのおっしゃっていることを聞きましょう。とにかく様々な感染症っていうのはある程度データのために患者数が必要であると。で、この辺私も岩田先生のお気持ちがよくわからないんですが、 感染症に対して逃げることは恥ではないとおっしゃりながら、岩田先生は、あえてガードを下げるっていう努力も必要ではないかっていう。え、それは、えっ、ー、と、映ってもいいくらいな生活をするってことですか、うん、そうそうそう。それを日本では絶対考えられないけど、ちょっと皆さん頭の隅に置いときましょうね。イギリスはやっちゃうんだってね。 やったんだってイギリス覚えてない早くにマスクやめたのってイギリスでしたってそうです早かったですで、これは何かっていうとクロスカウンター明日のジョーが得意だったパンチ向こうが殴ってくる瞬間こっちも殴るっていうイギリスがやった方法は何かっていうとノーマスクでサッカー試合をみんなで見ようっていうあ,ありましたねうん。あえてノーマスクでっていう、ね、ノーマスクでって言っただし、うん 国の主導だったんで、若い人がありがたいっつったの。お年寄りは重篤化する可能性があるんで。3、うん、密をあえて作り出して、うん、その結果をデータ化しようっていう。はい。これが、あの、イギリス人魂なんだってね。はい、日本ではちょうど同じ頃、テレビメディアが3密破りを激しく糾弾しておりまして、うん、どっかの会場でコンサートやったら、 すごい告発がありましたねでアルコールも売ってたとかって言うんで、はい、出演したあの人たちの方が縮み上がって僕たちが悪うございましたって謝ったという,う、はい、プロレス興行もやりましたよね強行しましたよねあそうでしたあの時もすごかったねテレビの叩き方はあ,あ,あれは結果的に増えたのかね本当にいやそのデータは何にも言わないよね分かんないですよね えー、逃げるのが恥ではないっていうのはよくわかるんですがコロナに対してどう逃げるかっていうのを、うん、もう少し先生具体的にお願いできませんかね,ねというのがお願いいでで、えーえー、ございましたですね、はい、確かに専門家の先生たちが「コロナを正しく恐れましょう」って「正しく恐れる」って何も言ってないじゃないですか。 あんたするということ言うね <laughs>。そうですか。何も言ってないよな。何も言ってないですよね。うん、言葉のあやだけだよね。はいはい。<種>はい、とにかく内田先生が集められた賢人たちによる撤退論、もう少し続けましょう。はい、明日はまた別の角度の撤退論を紹介したいと思います。武田哲也、今朝の三枚おろし。 おおははよよううごござざいいまますすすす武田でで水谷香菜です撤退論ですな、ね、世界の枠組みが変わろうとする今日本もかつての日本から一回逃げた方がいいんじゃないかということで、はい、政治学者白井聡さんそして感染症のお医者さんであります岩田健太郎さんのご意見を、はいえー、ちょっとあの難しいもんですから。 うままく理解できずに誠に誠申し訳ございません3人目のこの方はまあまあ,あの私には分かりやすかった青木新平さんでいいのかな名前読み間違えたらごめんなさいね真真実ののに兵隊の兵隊、はい、人口約1700人の村でございますが東吉野村というところに住みました奈良県であります自宅を図書館として開いて 小さなラジオ番組をインターネットで配信していいるというこの青木さんのその撤退論は何かというと成功や幸せの標準を追い続ける信仰している社会その社会から撤退した方がいいんじゃないあまりに目指すべき標準に縛られているのではないかというのがこの青木さんの 考えなんてありますね。と、はい、ころ面白いなと思いましたのは、青木さんはその小さな奈良の吉野の山で、都会で疲れ果てた若者たちに、山奥ニート。はい、もうどうせ引きこもりでニートになるんだったら、うんうん、山奥まで来れば、<ー>ものすごく自由なニートになれるよっていう。山奥ニート山奥ニート。生き物として傷つけられた人たちに、 力を貸して行こうというのが青木さんの考え方。生き物として激しく否定されたこういう引きこもりやニートの人たち。でもこの人たちは何も悪くない。うん、人間としてこの人たちが叫んでいるのは分かっちゃいるけどやめられない。うん、分かっちゃいるけどやめられないっていうのが生きていることじゃないのって青木さんはおっしゃる。なるほどね。 今標準と言いますと都会で正義からマナーから倫理からルールね。あの、標準というか、あるわけですね、ルールが。はい。はい、でも、そういうものは人間をものすごく縛り付ける。分かっちゃいるけどやめられないっていう。そういう人間観の方が人間は幸せなんではないだろうかっていう。はい、どう やめなくてもいいことといややめた方がいいよっていうこと二つあると思いますけどねあんたもだんだん何言ってるか分かんないお互いじゃねえかよそうですねつまんなそうに聞くんですよ私の話をちょっと意味がわからないいやこの間ちょっと脱線すんなちょっと皆さんごめんなさい脱線ねこの間自分でまぐれで行って当たっちゃった人がいてその命中した人がいて すごい難しい質問なさる人なのよ。お俺があの、親鸞の歎異抄が好きだって話をしてたら、ええ、宗教系の新聞じゃないんだよ。い大衆紙なんだけども、うん、武田さん、親鸞について語ってくださいよっていう。<ー>そう言われたもんで、苦し紛れに思わずさ、親鸞、はい、浄土真宗の親鸞は、日本の歌謡曲って言ったんだよね。えそしたら、その人に当たっちゃってさ、 面白いこと言いますねが「親鸞<ー>は歌謡曲ですか?」っていうはい私はわからないですこれちょっと前説があってうう、はあ、ある番組をやってた昭和は輝いていたっていうのをやってたら、はい、あのくせ者落語家の談志さんの話が出てきた談志、はい、さんっていうのは夏メロが好きで、うん、その談志さんの名言が人間の愚かさを笑うのが落語 はい、人間の愚かさを泣くのが演歌歌謡曲<ー>人間の語を描くのが映画だ<ー>これねちょっと悔しいけどよくできてるんだわ、うんはい、落語は熊さん発散で愚かさを笑うよね、はい、歌謡曲って一体何かあったら人間の愚かさを泣くことなんだよね。うん あなた寒くはないですかって着てももらえぬセーターを寒さこらえて編んでますっていう愚かさを泣くんだよね。<laughs> はい。私バカよね。おバカさんよね。っていうのは自分の恋心の愚かさを泣くんだよね。うん、それじゃあ映画は何か黒沢明七人の侍。一番最後にのぶせりをやっつけた。そうすると侍株の 大将がが志村隆がつぶやく勝ったのは俺たちではない勝ったのは百姓たちだ人間の業の美しさだよねこれ言い当ててると思わないとなると親鸞は何者かというと人間の愚かさを泣いているよなおい お前お願いだからさ、<laughs> 不思議な生き物を見るような目で俺を見るのはやめてくれる。<laughs> でもまさしくそうじゃん。そうなのか。うん。早く極楽に行きたいでしょう、お師匠様って、弟子の唯園から聞かれた時に親鸞の言った言葉。いやー、なんだか、まだ極楽行きたくないな、って言って。はい、で、残した言葉が、浄土は小石からず候何の話でしたっけ俺もよく忘れちゃった。<laughs> ごめんなさいね、皆さんね。 <laughs> こういうこともねあるんですよ、はい、これが人間の業ですこの月まは明日の笑い手ので竹田哲也今朝の三枚おろし。おはようございます竹田哲也ですおはようございます水谷香菜です昨日は脱線しまくりで誠に申し訳ございません喋 <laughs> っておりまして何がテーマだったか忘れてしまいましたけども <laughs>、はい、まだいっぱいあるのよ新蘭のいいところはあ、はい、人間の業に対する泣きがあって あの「苦悩のきゅうり捨てがたく未だ生まれざる生まれざる安尿の浄土は小石からず候ろう」はい、意味はというとあの苦しいことしかないのにどうしてこの世の中が捨てられないんだろういいことはこの先何もないって分かっていながらまだここにいたいなあっていう <laughs> ちゃんと仏様が浄土っていうパラダイスを作って待っててくださるのに。 とも恋しくないっていう見事だと思わないそう思ういや私今楽しいので、うん、ちょっと親鸞さんの気持ちはあんまりよくわかんないんですね。ああいやい,やいいこと何もないとは思ってないのでうん、うん、でも、はい、いいことが全くなくなってもまだこのシャバの方がいいっていう、うん、問題は宗教者だよね。 宗教やってらっしゃる方が浄土が恋しくないとか。うん、ああ、そういうことか。うん。はい。ものすごいことが書いてあんのよ。その、丹理章には。うん、もしかしたら、騙されたのかもしんないって。極楽があるぞとかっていうのは、遠い昔まるっていう仏様が言った。うん、その後は、中国のまるっていう人も言った。日本では、法然さんがそう言った。 でもしかしたら透かされている騙されているのかもしれないけど、はい、でも騙されたっていいじゃねえかってもともと自分は地獄に行く人間なんだからっていうちっとも惜しくないでこの方がおっしゃったのは親鸞がおっしゃったのは地獄は私の故郷ですこのすごさだよねこの撤退論いきましょうねこの街にすがりつくでそれは標準を持っているから ここが、にいることがいいんだ。でも、そこからもう撤退することを考えた方がいいですよ。人間の本性はね、分かっちゃいるけどやめられない。それを不適合だけで切り捨ててしまうような社会全体に関して、私たちはその外に飛び出した方がいいっていう。はい。ちょっと親鸞っぽいでしょこの方。はい、撤退論を語るときは、親鸞ってもってこいなんだよね。うん あの今度「歎異抄」の文章を持ってくると分かりやすいんだけど親鸞って作詞家じゃねえか,なんかそう思う思あるんだよしかもその親鸞の言葉を、うん、あのかなりの数哲也さんが空で覚えそら私だってあんた、はい、地獄は決定したみたいな男だからさ <laughs> そうか <laughs> 本当にすがりつきますよ親鸞に。はい で、人間の本性とは分かっちゃいるけどやめられない。もうまさしく、この一言が浄土真宗の教えなんですね。はあ、これ知ってるくらいは分かっちゃいるけどやめられない植木ひどしさんのお父さん、お坊さんなのよ。あそうですね。はい、うん。それで植木さんがこの歌嫌いで、はい。お父さんとこ相談行くんだよ。はい、分かっちゃいるけどやめられない。冗談じゃないってこんなふざけた歌って言ったら、お父様が、いや、 それは親鸞の言葉だよって言ったっていう。<laughs> すごいそこに業があるんだけど、その業を泣くんば人間ではないという。うん、さあ、次いきますよ。はい、ミュージシャンの後藤正文さん。読み方間違えたら申し訳ございません。正しいに文、正文さんと呼んでおります。この方はですね、ミュージシャンでありまして、日本語を共有する人口が激しく減少する中で、 手触りや精神もゆっくり低下しつつあると指摘。やがて日本人の中に、ミソラヒバリのリンゴ追い分けや北島三郎の予測を理解できない日本人が増加していくだろうと予測する。レコード産業界は20世紀になって登場したベンチャーだった。そのレコード産業界の撤退、パワーダウンから 音楽を理解するっていうことができないのではないだろうか若い人の中ではいこれは鳥羽一郎さんと語り合ったことがあってああそうなんですね、うん、星野哲郎っていう作詞家がいてさ「はい、雪のすだれ」をかき分けながら兄弟船は真冬の海へ、はい、見事だと思わない雪のすだれ見えますからねああうんところが鳥羽さんが嘆いたのはすだれが分かんないんだって あ今の若い人たちが、うん、うっそーえエアカーテンなんかいうらしいそういうこと昔エアカーテンのことをつまりそういうことなんだよ。はあ<ー>うんそういう意味でかつて持っていた言葉っていうのがパワーダウンして今や日本語の持っている文化や伝統は 歌唱音楽の中で、歌唱音楽ってわかりますか歌姫が出てきて、絶叫してダンサーを従えて、<laughs> ああいうのを歌唱音楽って言うんだけど歌唱音楽歌詞の理解よりも、うん、歌唱をする力で感動させるっていう。はい、今やスタジアム、あるいは野外イベント等々で、満単位の集客を叶えるミュージシャンじゃないと、もうこっから先、歌唱シンガーは成立しない。うんあとは踊れない子。<laughs> <laughs> なんだよ、俺たちもう、半分死んでんじゃん。撤退じゃねえよ、死んでるよ。<laughs> なあ。いや、そんなことないですよ。困ったことに、死んでいなきゃいけないのに、生きてるところに、問題があるんだね。うん。つまり、その後藤さんがおっしゃってるのは、歌謡界における成功の標準が決まっている、資本、経済、産業の視点で、音楽を考えないと、音楽は成立しないんだと。 武田鉄也さん、撤退なんですね。<laughs> でも、それではいけないんだと。我が身を励ましてくれた後藤さんの言葉来週語り始めたいと思います。この続きまた来週のマな板の上で。